スコット軍はアメリカ合衆国ミネソタ州の南部に位置する軍である。1853年に設立され、ウィンフィールド・スコット将軍にちなんで名付けられた。2010年国勢調査で、の人口は129,928人であり、2000年の89,498人から45.2%増加した。軍庁所在地はシャコピー市であり、 同軍で人口最大の都市でもある。シャコピームでは関東インディアン居留地が軍内にあり、プライアーレイク市やシャコピー市にも含まれている。スコット軍ミネソタ州の都市圏委員会のメンバーであり、成長管理に関する委員会の関心を共有している。クラスター、オープンスペースデザイン、およびオープンスペースと電園部農業用地の保存というような進歩的開発を提唱している。 スコット軍はツインシティーズ都市圏にある田園部と郊外部が混じり合った軍である。スコット軍はミネソタ州で人口増加率の高い軍であり、1990年以降では55%増加した。しかし、2011年に公表された人口データでは、州内の人口の多い軍では一人当たり収入で最も厳しい低下となった。スコット軍はその西と北が、 ミネソタ川となっており、この川が19世紀に毛川交易、製材料、農業を支えた。今日のスコット郡は、商業、工業、住宅開発が混合して成長しているが、田園部も多い。郡内には、カンタベリー公園、ザランディング、エルコスピードウェイ、ミスティック湖、カジノ、バレーフェアアミューズメントパークなどの観光地があり。 ルネッサンスフェスティバルのような行事も開催されている。スコット軍となった地域には、当初サンティス族、ムデワカントン族、ワーペトン族などのインディアンが住んでいた。彼らは、繁遊牧的な生活を送り、季節の循環に従っていた。食料を集め、狩り、釣りを行い、トウモロコシを植えた。夏には、集落が人でいっぱいだったが、冬には、狩りのために、 集団で離れていった。ミネソタ川沿岸には多くの高級的な集落があった。これら集落や北のレッド川バレー、南東部のプレーリーデューシーンに至る多くの道があった。これらは後に毛川公易業者や開拓者が使い、銀車道とも呼ばれた。1851年に面倒たで、1853年にトラバースデスーで調印された二つの条約により、 スコット軍を含むミネソタ州南部の大半が開拓者に解放された。これらの条約でダコタ族インディアンはミネソタ川上流の居留地に移動させられた。スコット軍は1853年3月5日に議会を通過した法により設立され組織化された。軍名はウィンフィールド・スコット将軍にちなんで名付けられた。 開拓者は1850年代半ばに入植を始めた。ミネソタ側とギッシ社道が主要な輸送路だった。最初の開拓者は北部のヤンキーであり、その後にドイツ人、アイルランド人、チェコ人、スカンディナビア人の移民が続いた。彼らはそれぞれの伝統や宗教を携えてきていた。その大半が農夫になった。19世紀を通じて毛皮交易、製材、 農業が主要産業だった。農業が急成長するとともに町ができてきた。郡庁所在地のシャコピーは1851年にダコタビレッジのシャコピー州庁の交易拠点として設立された。その他の町も輸送路に沿って設立された。鉄道が入ってきた時には鉄道が主要輸送機関となり、その後は高規格道路がシャ道に沿って伸びていった。 都市スプロール現象と巡航外化のために軍は劇的に変化した。都市は成長を続け、人口は2000年の9万人から2010年には13万人になり、州内で最も成長速度の高い軍となった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は368.56平方マイルであり、 このうち陸地356.68平方マイル、水域は11.88平方マイルで、水域率は3.22%である。ミネソタ川が西と北の群堺になっている。この川が最古級とされる岩盤に氷河の削った堆積物を運んできた。現在の土地は大半が農業用地になっているが、かつては大草番なや草と、 樹木群の根性地であり、川流域と平行に成長していた。19世紀に樹木が伐採される以前、州内の大半を追っていた後期林であるビッグウッズがサバンナの境界になっていた。スコット群には36の湖があり、そのうち一つは隣接するダコタ群にも一部が入っている。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ニュープラーグ氏は、ルシュール軍にもまたがっている。ありがとうございます。